まあ、移籍事情が開く前からね、まあ、お声掛けをしていた、グリーズマン君。グリーズマン君と、移籍市場がね、相手からお声掛けした、エルマス君。この二人がね、新たにウルバーハンプトン・ワンダラーズに、加わりました。でね、まあ、そんなね、二人を、まだね、士気は上が、あの、新加入なんでね、練習とかもあんまりやってないから、士気は上がりきってないんですけど、ちょっとね、まあ、新加入のね、二人を使って、今回ね、やっていこうかなと、思ってます。はい。今回のこのね、このエミレーツ FA カップ、このね、ボーマス戦に向けてね、ボーマス戦でね、新生ウルブスを見せようということで、補強をね、前々から計画してたんで、グリーズマンとね、エルマスは、使っていこうかなと思います。前から噂されていた契約違うが実現ねー、ちゃし、んとグ間リーもズなマくデビューの時を迎えまン。いいす。ねー。来た来た来た。ちょっと髪型変えてえな。来たねー。これ新生ウルブスいいだろう。のバランスが取れた形です。素晴らしい攻な。撃はサイドの選手が起点になるでし素晴ょうらしいね。布陣だ。もともアといベたンメチーンムバーのを含スめターティてング素イレブ晴ンらです。しい。ご覧ください。を失いました。ネベス、やっぱネベスとヌネスがこの位置いるから強えわ。ナイスス。ペースに見ナイ事なス。スルーパス。ナイクリス。スティアーノ・ロナウドが決めた。なんか、エレマスとグリーズマン見たかったけど違うわ。ヌネスとネベスの位置が上がったことが 一番攻撃的だったかも。ヌネいスといネやベりスまがす。ボランチで上がったのが何一と番言っでかいてな、もこれ。このスルーパスですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めヌましネスた。とネベスがボランチじゃなくこのて、選手は常にディフェンスの裏を狙っちょっていとます位置が上がね。ったことで、結局これエルマスでもグリーズマンでもねえもんな。ヌネスとネベスだもんな。高得点シーン絡んだと。グリーズマン？グリーズマン結構いい動きしてるよ。ルベン・ネベス、おいおい。激しすぎるタックルでした。おいおい。退場になってもおかし怪我くしありたまらせどうん。すんだよ。レッドおカい、いいーね、グリーズド、マン。退場です。グリーズマンあんま言やわっないち方ゃがいいいましたぜ。ね。あんま言うことれだレッ、とさなんらにか厳しカーくなドり出まるかす。ら。かなりのリスクを負って攻めないといけません。グリーズマン大丈夫か？怪我してないか、お前。ドリブル頑張れ。おウい、ル相手バーらハンいてる。いプけるいトけンるいがけサイる。ドを広く使います。頑張れ頑張れ頑張れ。見せたれ。いいんじゃない？打ちに行く。いや、まあ、正シュー面トすはぎキるっーパーがセーブ。て。結構いい動きしたのにもったいないな。正面すぎるだろう。な 正面すぎるって。いや、アウトサイドとはいえね。正面すぎるって。コーナーからエリア内グリーズへ。マン？吐き出ああ。した。ギリギリの反応。惜しい明らかに試な。合の流れが来ています。いいね。サいや、ポー明らターかにもそ試れ合を流れ感来てじる、ている確ようかですに。ね。福西さん、ただまあ、グ勝リーちズはマン悪くのない前わ。半のプレーはどこか精彩を欠いたような印象でしたね。チームがリードしているからいいですまあ、が、グリーズマンはそあんなの悪チくャンなスかったはけ決どめておな。きたかったですね。ただ後半もまだチャンスは来まあ、でるもとチ思ャンいスまはあっすたよ。からな。チャンスがある中でやっぱ決められなかったらそれはマイナスポイントなんかな。さあ試合が始まります。まあ、ヌネス、ネベスがやっぱ前来たのがいいな。それがとにかくでかそう。順調に試合を進めグてリーいズまマンのす。ラストパスでロナウドが決めるとか、そういうの見たいな。ツートップならでは。そうそうそう。グいいリーズパマスン出がたフルパね。スを出しました。祖母。ゴールキーパーが余 裕を持っ祖母て対何処ししていてまんす。の？祖母？新加入選手お疲れ。ぼちぼちかな。まあ、ちょっとキレが上がってから期待しよう。ぼちぼちかな。まあまあ、でも存在感はあった。スライいいン。ね、ネト。キレ見せよ、キレ。ドリブルでボールを前ネトへ。いいね。いやここはカットしました。ー、ちょっと、でピもンナイスチナイをス。しのぎます。すぐすぐ取り行く姿勢いいよ。ナイス。うまいね、祖母。祖母うまいシュートなだ。ー。うまいいシュートでしたが、惜しくも枠ー。の今のト外。ラップうまかったな決まっていればリード。福にはここでうー。まくチャンスを作りたいですね。危ないよ。ナイスナイス。試合終了のホイッスル。いホーや、ムもっチとーム点が取れると見思ったけ事ど満員のなー。サポーターの前で意次の外とラウグンリードズにマンとエ駒ルをマス進だけめどまそしんなた。変わんねえな。いやー、うまい試合運びでしたまあ、形はね。増えたけど、この接戦をリードを保なんっかてもっ見と期事待して勝ちた切りまわ。した。次のラウンドでも今日のような試合をもっ見とせ期て待くしてれるのた。か注目です。正直。もっと変わると思ってたわ。こんなもんか。まあでもちょっとキレがね、まだ新加入で上がりきってないから。まあまあそこら辺が上がってくれば、もうちょっと見え方は変わるかな。あれ強いな。
雨模様のグディソンパークでは試合開始を待つサポーターの声が高まってきました。実況は私西岡明彦、解説には福西孝さんをお迎えしています。よろしくお願いします。プレミアリーグの今試合開始のホイッスルが吹かれました。ツートップみたいな、だそぼトップ下が一番輝いてる気がすんな。ちょっと見た感じやっぱ適性大事だろうな。いいね、ヌーリそんな上がってた。ヌーリ上がりすぎじゃない。ナイス、来た、ゴール、素晴らしいな。これは見事なボールだ。おいスー、いいねヌーリそこにいたそっちが正気なんだけど、いつ来たお前。キックオフから数秒やぞなんでその位置にいたお前。プレーを見てみましょう。なあ、この高い精度のなんでグリーズマンよりはるか前にいんの。最後はクリスティアーノ、これうまいな。至近距離で合わせてフィニッシュ。やっぱさすがだな、やっぱここら辺の技術はやっぱさすがまだ衰えてないわ全然。ませんここはあっさりいかれんだよな。ヌネス・ネベスが危ない危ない危ないって、もう空いてる空いてる空いてるって危ないよ。おい、今度こそゴールです。守る側としてはキーパーが好戦した後にディフェンダーのアストンビラに生まれました。ちょっとオラン俺大事に行こうよ。ありがとうございます。以上高い上のラストチャンスだねこれ。ラストチャンス、前半ラストチャンスじゃないこれ。うまいうまいゴールうまい、決まるかと思いましたが、うまいけどじゃあやっぱり、あ、4-2-2-2 もいいか。あ、4-2-2-2じゃん。4-2-2-2で、まあ、ヌネスはあれだけど、だここ一旦キリマンにして、ここエルマス行くか。これいいんじゃない？まあ、ちょっと守備的な側面見せつつ、4-2-2-2で、ロナウド、グリーズマン2トップは維持できるし、祖母エルマスもマイナスじゃないし、ヌネスをね、下げた子キルマンに変えたことで、まあ、ボランチの適性もあって、このフォーメーション見てみよう。4-2-2-2。それをどれだけ引き出せるかが、ちょっと危ない危ない危ない、入られてるよ。危ないって、おいおい。おいってよ。ああ、何してんの。危ないなぁ。さて、オールドトラフォードで行われている。いいね。グリズマンもいい動きしてる。いいね。1点目のゴールが強い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 。おいおい、これは危険なタックルです。レッドレッドレッドカードもありえます。レッドだろう、レッドカードで退場。そして危険な位置からのフリーキックです。後ろから削ってんだね今の。退場は仕方がありません。おい、ここは何としても防ぎたいですね。避けるなよな。残すところ1分となりました。いいんじゃない、大事大事に大事に行こう。エルマス咲いてるよ。ここエルマス咲いて大事よ。ゴールを割れれば決勝点です。おい、ここで試合終了です。ぶち抜けよお前。サポーターぶち抜くことがお前役割だろう。起こっています。なあ福西さん、これは退場の判定に対するぶち抜けよ今の。はい、何ひよってんだよ。あそこで選手が退場になったことが、あれ監督、みんなが私のポジションについて話をしているみたいですね。それで伝えておきたいことが一つあったんです。このチームのためになることなら何でもします。グリーズマン、これが監督のプランであるなら左ウィンガーとしてプレーできて嬉しいです。グリーズマン、違うんだグリーズマン、本当はロナウドと一緒にねツートップ組ませたかったんだけど、なんかエルマスがなんか士気低かったからね、エルマス外して、そうなったら3トップの勝ちしかなくて、その中でグリーズマンがマスカのウィングにも適性あるっていうねそんなグリーズマンに甘えただけだから、グリーズマンそんなわざわざ連絡くれなくても助かりますまだまだ伸びしろがあります。よう言わんわ、助かりますだろこんなもん。ちょっとだからこれエバートの引き分けがちょっとあれだったなぁ。よ、ちょっと悔しいわ。ちょっと考えよう、このままじゃちょっと優勝圏内から外れちゃうから。ちょっと勝てなかったなぁ。あ、ウィルマス言ってるやん。今日の自分は丸ダメでした。でも、まだまだこれからです。そうだな、エルマス。それでいいんだ。ちゃんとダメだと思ったんだな。
そんな思えるならお前は強くなる。よかった。うん。ぐらいですかね。ちょっと終わりましょう。はい。お疲れ様でした。